節約ご飯54、舞茸ともやしのペペロンチーノ。今日は夏にもさっと食べれる舞茸ともやしのペペロンチーノを作っていきます。材料を一通り切ったら、唐辛子とニンニクを細かく切っていきます。オリーブオイルにニンニクと唐辛子を入れて香りが立つまで火を通していきます。火を通したらベーコンを入れて、もやしを入れて、舞茸を入れて炒めていきます。味の素を少々入れると美味しいですよ。それに塩を入れて、黒胡椒を入れて完成となります。いただきます。ごちそうさまでした。